2023年12月13日8時32分頃、射手座で新月を迎えます。新月頃に始めたことや願いは半年後の同じ星座の満月で完成し、実ると言われています。今回の新月をきっかけに、小さなことでもいいので半年後の射手座満月に向けて新しいことにチャレンジしてみるのもいいかもしれません。改めまして、こんにちは。すみゆく代表のすみえです。すみえのマネージャーです。プロフィールはこちらです。クラゲでもわかる星読み講座は今回の射手座新月の日から受講生の募集を再開します。射手座は冒険や探求がテーマです。未来のワクワクを手に入れるための学習を始めるのにぴったり。まずは無料モニターからお試しください。はい、この動画では今回の新月図を読んで、次の新月までの4週間の影響をお伝えしていきます。まずは今回の新月図について解説をお願いします。今回の新月は2023年12月13日8時32分頃に射手座20度で起こります。サビアンシンボル21度、借りたメガネをかけている子供と犬です。また12ハウスでの新月です。次にアセンダントはヤギ座で、チャートルーラーの土星は2ハウスです。アスペクトは新月と魚座の海王星がスクエア、新月と牡牛座の天王星がインコンジャンクトを形成。最後に IC と牡牛座の木星がタイトにコンジャンクションしています。それでは今回の射手座新月の影響や意味、過ごし方について解説をお願いします。はい、今回の射手座新月のポイントは5つです。1つ目は未知の冒険に出かけようです。射手座は冒険や探求、行動の自由を好むサインです。その射手座の新月が12ハウスで起こることから、今回の新月から4週間の過ごし方は、未知な世界への冒険に出かけるのがおすすめです。スピリチュアルな分野やインターネットの世界、目に見えない世界を探求するのも良いでしょうし、キラキラした夢の世界へ出かけるのも良いでしょう。クリスマスシーズンでもあるので、イルミネーションやクリスマスマーケットなどの場所へ訪れて、現実世界から抜け出し楽しむのも新鮮な発見があるかもしれません。また、スピリチュアルな分野や心理学的な分野の勉強を始めるのにもおすすめな新月となりそうです。クラゲでもわかる星読み講座いいですね。ぴったりですね。二つ目のポイントは、思い出の世界へです。今回の新月と同じ日に、水星も逆行を開始します。水星が逆行を開始すると、コミュニケーションや伝達、知識など見直しや修正が入ります。水星逆行は大きなトラブルが起こるというよりも、出かける時に家の鍵閉めたかなぁと確認に戻る作業のような感じです。また、久しぶりの人から連絡が来る、再会を果たすなんてこともあるかもしれません。今回の新月が起こる12ハウスは内面の浄化を表します。この新月期間では水星逆行も相まって思い出に浸ることや浄化する出来事があるかもしれませんね。新月に海王星がスクエアを取ることから妄想に駆られて混乱することもありそうですが、そんな時には現実を見る、地に足をつけることを意識して、目の前にある真実をしっかり見るように心がけていきましょう。三つ目のポイントは、遠くを知って近くを知るです。射手座のルーラーである木星が IC にコンジャンクションしていることから、心を自由に豊かにするためには IC が示す、底辺、家、基盤、家族、土地、地元を満たしてあげるのが良いと読めます。心のワクワクや冒険心を満たすために、お家で読書をしたり、新しい学習を取り入れたりするのも良いかもしれません。牡牛座の木星なので、お家でパーティーをする、五感を存分に満たしてあげるのも良いでしょう。最近では海外の情報も簡単に手に入るので、日本と海外を比較することも多くなりがちですが、日本の豊かさや生活の良さ、安全性に気づく事柄が出てくるかもしれません。遠くのものやないものを欲しがることも大事ですが、今目の前にあるものの大切さや豊かさに気づくことが心を満たすきっかけになりそうです。そのためには、射手座新月の遠くへの好奇心を活性化させ、まずは遠くを知ることが大事なのかもしれませんね。四つ目のポイントは、うまい話には裏があるです。今回の新月図では、チャートルーラーの土星が2ハウスにあることから、注目されるポイントは2ハウスが示す、経済、景気となります。そこに土星があることから、景気はあまり良いとは読めません。もしくは経済の不安定さが国民全体を包み込むのかもしれません。同じく2ハウスにある海王星が新月にスクエアを形成していることから、知らない間にお金がなくなっているなんてこともありそうです。特にこの時期はクリスマスや年末など物入りな時期です。いつの間にか予算以上に買っていたなんてこともあるかもしれませんね。海王星と新月のスクエアは海王星に新月がぼやかされるので、気づいたら騙されてた、利用されてたなんてこともあるかもしれません。なんだか楽しそう、大丈夫っしょという安易な考えは禁物です。うまい話には裏があると思って警戒しましょう。そうですね。クリスマスとか年末年始にかけてこういう話も増えてくるかもしれないですもんね。はい。うん、お財布の紐はちょっとね、キュッと締める方がいい期間になりそうですね。はい。最後のポイントは、気の緩みに注意です。今回の新月図では、土地、その場所を示す IC に拡大、発展を示す木星がタイトにコンジャンクションしています。また、反対側の国家権力や首相を示す MC には、喜びや楽しみを示す金星がオーブ3度でコンジャンクションしています。これは金星と木星がオポジションの配置です。
これは政府においても日本という土地においても嬉しいことがありそうな予感ですが、金星と木星のポジションはゆるゆるアスペクトなので気が緩むことや贅沢してしまうこともありそうです。それを調停するのが金星と木星のオポジションにメディエーションしているヤギ座の水星です。水星が計画を立てなさい、デメリットとメリットをしっかり考えなさいとピシャリとたしなめてくれているのかもしれません。水星は12ハウスにあるので、ネットで具体的に話が出てくる具体的なアドバイスがあるかもしれません。12ハウスは福祉、病院、テロ、亡命、動乱のハウスでもあるので、それらのニュースや情報で緩んでいた気持ちが引き締まるということもあるかもしれませんね。途中までちょっと贅沢していいかなと思って聞いてたんですけど、どうやらそうでもなさそうで、この彗星がやめとけと。そうですね、あまり贅沢しすぎるとちょっとえらいこっちゃになるかもしれないよっていうことかもしれないですね、はい、ありがとうございます。今回の内容はブログでも書いておりますので、概要欄のリンクからご覧ください。それではお知らせを挟んでアフタートークです。今回は3つ目のポイントにあった、今目の前にあるものの大切さや豊かさどうやって気づくのというお話です。西洋占星術の基礎からホロスコープの読み方まで学べるクラゲでもわかる星読み講座の受講者を募集中です。いつでもどこでも見放題の動画講座、受講前は無料モニターでお試し視聴でき、受講後は質問会や勉強会などでアフターフォローもあるので安心です。新月図や満月図を読むときも基礎知識はとても大切。この動画の説明欄からクラゲでもわかる星読み講座の詳細ページをチェックしてみてください。はい、ということで3つ目のポイント、遠くを知って近くを知るというところで、今目の前にあるものの大切さや豊かさに気づくことが心を満たすきっかけになりそうですというお話があったんですけど、はい、なかなか気づけないですね。なかなか難しいですけどね、このテーマは今年と、来年にかけての木星牡牛座期間のテーマでもあるんですよね。あ、そうでしたかね。ちょっと前の木星牡牛座期間の動画も振り返って見てみたいと思うんですけど、それは置いといて、どうやって気づいていきましょう。目の前にあるものの大切さや豊かさですよね。樽を知るってことですよね。樽。はい。酒樽ではなくて。酒樽ではなく、お正月だからね、いるかもしれないんですけども、そうではなくて、満たされてるよ、すでにもう満たされてるよっていうことを知ることが大事ですよっていうことですよね。今のこの現状も満たされてるんですよと。そうです、そうです。気づけない。はい。から、ずっと不足感を味わって、そのないものねだりばっかりしたら、不足をずっとこう見てることになりますよね。不足感というか、あれもない、これもない、みたいな。私にはこれができないとか。そうではなくて、今できてることとか、今目の前にいる人とか、今目の前にある仕事とかをすべて、あ、これはちゃんとあるんだっていうことを分かるっていうことが、その今目の前の豊かさに気づくっていうことだと思うんですよ。でも、ないものばっか探しちゃいますよね、実際。わかります。人って目が、ついていますけど、その目って、遠くを見るためについてたりするじゃないですか。そうですね。はい。だから未来を見たりとか、あと周りの人を見たりとかって得意ですよね。でも自分のことって見えます。あんまり見えにくくないですか。鏡越しでは自分のことって見えるけど、直接見るって難しい。難しい。てか、無理ですね。そうなんですよ。そこに幸せのヒントが隠されてるんじゃないかと私は思ってるんですよね。だから、その未来を見たり、周りの人をね、見るっていうのは、この目の作用としては当たり前のことなんだけれど、それをすることで、なんかその先の未来をさらに良くしたりとか、周りの人とよくコミュニケーション取れるようになったりとか、もちろんすると思うんですけども、そうではなくて、ちょっと目線を下げて、自分の足元を見てみるっていうことが大事なんじゃないかなって思ってるんですよね。で、足元を見てみると、実はなんかいっぱい幸せが、ちっちゃなちっちゃな幸せかもしれないんですけど、転がってると思うんですよ。でも、前ばっかり見てたり、遠くばっかり見てたりすると、足元の幸せに気づかずに、ずっと踏み続けてその幸せを、ない、幸せがない、私は幸せがない、みたいな感じで歩くことになるじゃないですか。だからなんか、最近私なんか幸せ感じてないなとか、なんかちょっとこう、他の人ばっかり見てるなとか、そういうなんか不足感を味わった時っていうのは、自分を見るとか、もしくは足元をちゃんと見て、今のその一つ一つの当たり前のことを拾っていくっていうことで、幸せを集めれるんじゃないかなと思うんですけどね。足元を見るっていうのは、実際に物理的に見るのは簡単なんですけど、具体的にどういうふうな気持ちというか意識づけでいるといいんですかね。例えば、我々日本人だったら、大体の人が皆さんお家があってですね、
屋根があって雨をしのげてるじゃないですか、うん、もうそれだけであるじゃないですか、うん、とか朝起きた時に皆さんまあ大体布団で目覚めますよね、うん、ってことは今だったらすごい寒い時期ですけども、はいはいはい、あこのあったかい布団があるそれってそういうとこで寝れるって幸せだな、はいはい、みたいなとかそういうなんかもう本当に当たり前のことに心を寄せるとか感謝するっていうことが大事だと思うんですよ。足りないものを数えがちなのを今あるものを数えるみたいな風に数え方を変えるといいんですかね。あ、そう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 、うん、そうだと思います。うん。見えないもの、足りないものにはなんか感謝できないじゃないですか。まあ感謝はできないですね。未来のないんで。ないんで、うん。そう。だけど足元にあるものは、てか今見えてるものには感謝できますよね。なるほど。うん。だから、そうやってたくさん今見えてるもの、足元にあるものを拾って、ありがとう、ありがとうってやりながら、私ってこんなに満たされてるんだなっていうことに気づくことで、あ、幸せだな。じゃあこの幸せを持って、未来もさらに心地よくなるために、こんなことしていこう、みたいなことができるんじゃないかなと思うんですけどね。なるほど、よくわかりました。話の最後の一文、うん、遠くへの好奇心を活性化させて、うん、まずは遠くを知ることも大事だという話が、あって、なんかそれ結構なんか耳に残っていて、はい、さっきの話だと、まあ足元にあるものをちゃんと見つけていこうねと、うんうん、じゃなくて、もう足元にあるものを一回蹴っ飛ばして、一回遠くちょっと見に行こうぜ、みたいな、うん。遠くに行っちゃったら、なんかホームに戻ってきて、うん、あ、ホーム良かったな、みたいなのを気づけるよ、みたいな話ですか、うん、そうです、そうです。うん、だそれもまあまあ、もう今蹴っちゃってる人は、一回そのまま、うん、その蹴ったものを追っかけてこう走ってちょっと遠くに行ってみるのも一つですかね。いや、そうだと思いますよ。うん、足元ばっかり見てたら、それはそれで目の前っていうかちょっと先にあるものにぶつかるでしょだから、まずは多分みんな遠くを見てると思うの。うん、だからそれがあることで、まあそれこそ不足感とかもあって、あ、なんか不足してるなって、なんかどうなってんだろうなって、そこから足元見て、あ、やっぱり幸せだったな。で、また遠くを見て、またそっち目指してって、うん、そういう繰り返しだと思うんですね、人生って。あ、なんか最近そういうことありましたよ、そういえば。ありました？うん。久しぶりに、泊まりがけの出張がありまして、はい、まあ、ホテルに泊まったんですね、ビジネスホテル。はい。布団が合わずに、寝れない寝れない。うん、ありますね。もう夜中2時間おきに起きるみたいな。うん、で、帰ってきたら、やっぱうちの布団がいいみたいな。ああ。まあ、それもちょっとそんなような話ですよね。そうですよね。うん、遠くに行って、まあ、ホテルっていうところで泊まったんだけれども、うん、みたいな。それを、まあ、体験したことで、今の、家の、大切さ、大切さがわかるみたいな。当たり前の布団の大切さがわかるみたいな、そういうことだと思うので。はい。だからどっちもまあ大事は大事なんですよ、うんうん、じゃあそうやって身近な日常から気づいていくみたいなところも大事かもしれないですね。そうですね、うん、でこの後ほらこのまま年末年始入りますから、うん、そうやって今年のあったこととか今年一緒に過ごしてきた人の感謝をね相手に伝えたりとか大掃除ってその家とか物に対して感謝しながら掃除することじゃないですか、うん、今年もありがとうみたいな、はいはいはい、そういうのをしてそして次の未来来年の願いを神社とかねお寺とかにしに行くじゃないですか、うんちょうどぴったりの新月じゃないかなと思ってるんですね。いいですね。なんかそんな感謝みたいなの考えたら、うん、コメント欄で教えてもらえるとみんな同じような気づきを得られるかもしれないですね。はい。いつも高評価、コメントありがとうございます。楽しく読ませてもらってます。初めての方はチャンネル登録もよろしくお願いします。